妹二人いるの、めっちゃみんなにびっくりされてる。長女に言えないって。1回目に言ってめっちゃ可愛い。ありがとう、ツヤ肌。クッションファンデめっちゃ使いやすいよ。なんかさ、すごい姫メイクの中で一番なんかアイシャドウとかさしてて楽しいじゃん。けどめっちゃ下地肌を作るのが本当に嫌いで、めんどくさくて。だからクッションファンデめっちゃいい。ポン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 ってするだけじゃん。今日の服っていうかこれだけ。明日学校の制服、学校行ってるよ。学校行ったからこんな感じ。修学旅行は京都なら多分行かないと思うよ。俺もまだ制服着てるってよね。帰ってきて化粧したよ。なんで行かないの？行きたくないから。スキー教室も行かなかったけど楽しかった。学校毎日行ってるよ。思い出作りしないの？でさ、前さ、なんか学校のやつでなんか何十周年とかあってて、その写真を、なんかその写真が生徒手帳の写真だったのね。それを拡散されちゃったから、もう学校の卒業っていうか写真撮るときあるじゃん。その修学旅行行ったりスキー教室行ったり、みんなでイエーイみたいな、そういうのが撮れないから、もう拡散されるから撮れないから、もう思い出も何もないと。だから修学旅行行っても写真撮れない。今年で中学3年生。学校は好きな時もあるし嫌いな時もある。好きな時は仲いい子が多い。仲いい子が一緒にいる時も。あれ、アンビオのこと新しく入ってきた先生うるさかった。誰？分かんない。新しく入ってきた先生、授業アルバムをどうしようかって考えてて。男の人？ああ、あの椅子の人、椅子っていうか姫たちが一緒にいる時の、あの人かな。学校行く時は、学校行く時は何もメイクしないな。最近はそうですね、そう拡散されちゃったから、だからもう写真は撮れません。卒業アルバムも、卒業アルバムにも自分の写真は多分ないし、だから姫のだけ入れてって言ったら多分入れてくれると思うけど、学校歩きだよ。わからない、終業式だったからですね。ちょっと巻いたけど普通に取れたね。今日学校だったよ。
メイクのポイント聞いてもいいよ。今着てる制服でもね、学校の制服じゃない、なんちゃって制服みたいな感じ。撮影の時とかにこんな感じ。クラス替え悪かった。